悩み困惑する姿こそハマり役、杉野洋介、マウンテンドクター、淡々と進む地味ドラマが好調な秘訣は丁寧なキャラ描写にあり。杉野洋介、28主演の連続ドラマ、マウンテンドクター、関テレ制作フジテレビ系、月曜夜10時の第9話が、9月2日に放送される。8月26日放送の第8話は、平均世帯視聴率、ビデオリサーチ調べ。 関東地区が前回に続いて6%台をキープ。今期ドラマのトップに、日曜劇場、ブラックペアンシーズン2、TBS 系、や月つドラマ、海の始まり、フジテレビ系には及ばないが、視聴者から安定した支持を得ている。同ドラマは、長野県松本市を舞台に、MMT、マウンテンメディカルチームのメンバーに任命された、 青年医師、宮本穂杉野の成長する姿を描くオリジナル医療作品。医療ものといっても難病が出てくるわけではなく、病院内の権力争いもない。それでも本作が支持されているのは、方をはじめとする各キャラの魅力にありそうだ。第8話は、新悟、向井孝治三重の焼き鳥店に、息子敬語、湯田孝樹、旧、が突然訪ねてくる。 慶護は心臓に疾患を抱えているため、元妻林、富手編み、30、に学童で行く登山に反対されているという。友達と山に登り、大好きなカブトムシを捕まえたいという願いを叶えたい方は、MMT の山岳外来受診を提案する。慶護を診察したのは、MMT に新たに加わった江森大森ナオ52。検査の結果、 カテーテル手術をすれば運動も可能で、警護本人の意思を尊重したリンは手術を決断。それでも、登山への不安が増えないリンに、保は自分が帯同すると申し出る。無事に手術を終えた警護は、ポトレー、宮沢山、35と共に山へという展開。X、旧ツイッター上では、ポ先生の理想が先走ってる感。 冷静なら他の方法を選べるよな。シンゴの敬吾君への思いが溢れるシーンと、ポに怒りをぶつけるシーンめちゃくちゃ良かった。麻酔会として患者さんを守りたいって、内会にさせたい領事の前で言い切ったののり子に拍手喝采など、それぞれのキャラに言及する声が多かった。今回、山で起きたのは、敬吾たちが蜂に刺さったことによるアナフィラキシーの発症。 ドクターヘリが出動する緊急事態ではあったが、正直、医療者としては地味な内容だった。毎回、山で事故が起きて、ホタチが駆けつけるという、おなじみのパターンが続いているのだが、それでも視聴率は堅調だ。その理由は、本作が事故に絡めながら、江森、大森、霊、宮沢、の子岡崎さえ、28など、 脇を固める MMT メンバーのキャラを丁寧に描いているから。さらに、これらのキャラがしっかり機能しているから、チーム医療者としての魅力も際立つ。X でキャラに対する言及が多いのは、その証拠だろう。また、杉野がこのキャラにはまっていることもある。X でも、真面目で苦悩する顔がいい、などの声があって、人の良さがにじみ出てしまう杉野だからこそだろう。 昨年放送のバラカモン同局系では、天然ながらプライドが高く気難しい役を演じていたが、杉野には、このような実直なキャラの方がしっくりくる。次回は、理想に向かってひた走るあるのせいで、MMT が存続の危機に陥りそうだ。しかし、そんな時も MMT のメンバーは、厳しい山岳医療の現実にぶつかりながらも、最後は保に寄り添ってくれるだろう。 地味ながらも人の思いが伝わってくる。そんなところに本作の人気の理由がありそうだ。ドラマライター山川、お調子者だけど優しくてシャイで向井工二も、慎吾のキャラにハマっている。